皆さん、おはようございます。ダーマ役ーーグ金高です。金イン以外、ニュースネット入りマアップ、視聴選手予想します。竹沢節夫さんは、ここはツにしました。はい。坪井美希さんの父親、坪井美奈江さんは、ここは、えぇ、ー、視聴の可能性高いので、ここは、えぇ、ー、東角都市に20まで。はい。塩原隆さんは、ここはツです。長野蕎麦さんは、他の予定入っているので、ツですね。中村敦夫さんもツ。斎藤茂雄さんもツです。 鈴木隆之はここは微妙なところを投落線上にして三角にしました。星野平らさんはまあ前回も出たのでここは当角でしょう。正田光也さんは他の予定もあるかもしれないので罰です。梅沢海幸さんは丸です。も、ま、ともと智也さんは桜坊分参戦で罰です。金松新さんはここは三角です。アイビーボーイも小島あのー、星ヶ谷の連邦ゆうさんはここは出場他の 予定ははなととも言えないででここは有力候補としてです野口久さんは一応分かんないので三角。小林哲也さんは予定入ってたので×です。くしきひろあきさんはここは丸にしておきました。はい、石田信也さんはここは三角です。川口慎一さん、稲葉龍太さんはここは前回も出たし、過去にも出た経験もあるのでここは等角としましょう、はい。牧直弘さんはここは有力候補。中山陽一さんも有力候補で丸にしておきました。 菅田剛洋さんはここは、一応微妙なところで三角。中間歩さんも三角です。島根大輝さんは過去にも出た経験もあるので、ここは、ゆるあの、当格でしょう。はい、いじまる、あ。新城和也さんはここ出場するかどうかちょっと読めないので、ここは三角です。芳賀秀和さんはちょっと何とも言えないので三角です。川口健太さんも多分出場側は何とも言えないので、丸にしておきました。 神山匠さんもここは有力候補にしました。畑野健斗さん、柿沼隆橋さん、河原雄一さんもここは有力候補にしました。はい。入江健太さんは桜本部出張なので、ここは×ですね。以上です。バイバイ。